1973年に発行されたニュージーランドの記念切手シリーズ画風の変化がよく見られる。フランシス・ホジキンスはニュージーランドの画家である。ヨーロッパで活動する期間が長かったが、ニュージーランドの近代絵画において重要な画家の一人とされる。ニュージーランド南東のダニーデンにアマチュア画家の弁護士の娘に生まれた。姉のイザベラと共に絵の才能を示し、画家となった。 1890年にクライストチャーチとダニーデンで開かれた芸術協会の展覧会に風景と農村の風景の絵を出展した。1893年にイタリア生まれでダニーデンで美術学校の教師をしていたジロー・ラモネ・ルリの弟子となり、多くの人物画の修作を行い、1895年にニュージーランド美術アカデミーの賞を受賞した。 イギリスに留学する資金を得るために1年間、ダニーデンの美術学校の教師として働いた。1901年にロンドンの美術学校に入学するためにニュージーランドを出た。ロンドンでニュージーランドの議員の娘で、父親の遺産でヨーロッパで絵の勉強をしていたドーラ・リッチモンドと知り合い、二人はフランス、オランダ、イタリアに社生旅行をした。 1903年には別のニュージーランド出身の画家、ストッターととも知り合った。この時期の水彩画が、イギリスの王立美術アカデミーに展示された、最初のニュージーランド人画家の作品となった。1903年に、ニュージーランドに戻り、ウェリントンに美術教室を開き、1904年にリッチモンドと共同展示会を開いた。この年、イギリス人と婚約するが破談となり、 1906年にホジキンスは再びロンドンに絵の修行のために移った。1907年にロンドンのパターソンギャラリーで初めて個展を開き、1908年にパリに移った。1910年にパリの私立の有力な美術学校の一つ、アカデミー・コラロー氏で最初の女性教師として採用された。水彩画の教室も開いた。この時期、 アカデミーコラロッシュで学んでいたカナダ人のエミリーカーと交流するようになった。第一次世界大戦が始まるとイギリスのコーンウォールのゼンナーの資本家の息子でアマチュア画家のモーリス教の元手にしばらく滞在した。1915年頃から油絵を描くようになった。戦後、パリに戻りアンディ・マティスやアンドレ・ドランダのフォービズムの影響を受けた。1929年に ロンドンの美術家グループ、セブンファイブソサイティに加わった。その画風は、抽象画の分野に移っていった。第二次世界大戦が始まった後、イギリスに住み、ドーチェスターで没した。ありがとうございます。